皆さんこんにちは、くるくるくるです。今日もマリオメーカー楽しく遊んでいきたいと思います。今回はいいねランキングの国内難しいの第1位、せんべい山の城。なんかこんなコースありましたね、マリオワールドで。本家のコースのリメイクバージョンっていうことなんでしょうかね。だいたいリメイクバージョンっていうとやっぱりマリオ1、マリオブラザーズでしたっけ、あれの1の1が多いんで、他のコースはあんまり見かけないんですけど、ってあったわあったわ、このコース難易度高かったような気がするぞ。お邪魔します。ちくわがを降りたら、なるほど、ガリガリがメインのコースなんだね。よし、うまくタイミングを見ながら避けていけないか。ここはでもスライディングで今のところいけたかな。もったいないな。難易度難しいとは思えない、この高難易度。皆さんあそこすんなり抜けていくっていうことですよね。あの先に中間あるのかな。多分ワールドの城だったら本家の方に中間あると思うんで、こっちでもあると思うんだけど、お、走っていけば抜けられた。やったぜ。ここに中間ポイントとキノコがあった。ありがとうございます。お次はどんなギミックか。走れ、誰よりも早く。そして挟まった。これは初見殺しだわ。え、こんなところありましたっけ。全然覚えてないや、正直。せんべい山か。OK、ここ当たっちゃうよね。あ、なるほどね。このピースイッチをギリギリでもう一回押してあげて、あ、思い出した。これ、スイッチを押して天井が落ちてこないようにするやつだ、多分。きっとそうだ。そんなのあったわ、そういえば。うん。上から壁が迫ってくるんですよ。壁というか天井が。それに、潰されないように進んでいくところをこういう風に表現したっていうことなのでしょうね。うまいわ。はい、お邪魔いたします。次は、あれね、表と裏、亀が行ったり来たりして、どっちが正解だ？扉にちょっと入ってみましょうか。お邪魔いたします。正解っぽい？ OK。だったらこのままどんどん進んでいくよ。こっちには金網がないんでね、表裏を行ったり来たりすることはできないんで、こういう表現になっているんでしょうね。厳しいぞこれ。いけたか。やったね。これはボス戦かな。お邪魔します。待ってろよ七光。僕っぽかな、いるのは。違った、なんだこれ。おお、すげえ。クッパもいないのにボス戦っぽくなってるわ。あ、来たわ、七光。これはどんなボス戦だったろうな。本家のボス戦が全然あれ、一発で倒せた。なんでやねん。あ、違った。ボス戦3連戦。上から今度はカメもやってきた。あいつがボス？違うよね。こっちがボスだよね。上からゲストが降ってきたけど、あれは何かのギミックなんでしょう。もう気にしないようにしておこう。あ、ダメージ食らっちゃった。しまったぞ、しまったぞ、やられたぞ。もしかしてこれは当たり外れを引くとか、そういう感じのコースだったのかな。あれ？今度2発踏んだら倒せた。ということは次は3発ね。違った、終わりだ。サークス。せんべい山の城、難しかった。あー、あれヨッシーがありがとうって言ってるんだね。なるほどね、そういえば言ってたね。なかなか再現難易度でございました。せんべい山の城、ありがとうございます。それでは次のコース遊んでいくる。はい、お次はこちらのコース遊んでみましょう。花もゆ茨さん、クリア率は約 10% のベストタイム26秒。どんなコースなんでしょうか。コースのタイトルが和風な感じでかっこいいですね。花も言う、花ちゃんも言う、どういうことだこれは。うわ、花ちゃんが燃えてるよ。本当にすげえわ。花も言う、そういうことか。花ちゃんとパックフラワー両方花ですよね。それが燃えている、素晴らしい。
これどうやって作ってるんでしょうね。下で燃えてるの一体何なんだろうっていうか、そろそろ PC 踏んでくれてもいいんじゃないの。今上に上がっていくのがチラッと見えてよっていうメタ発言をしておくけど、お邪魔しまーす。これは多分どっちに入っても正解なんでしょう。そしてゴール。なるほど、このギミック新しいわ、かっこいいですね。トラウマ界の光太郎さん、浅川さんあたりがこのギミックを応用してくれればもっとかっこいいコース作れると思いますよ。期待してみましょう。花もゆいばらさん、ナイスアイデアなコースでした。ありがとうございます。それでは次のコースを遊んでいくる。はい、お待たせいたしました。お次はまたまたタックマンさんのコース遊んでみましょう。タックラン20秒スピードラン、ベストタイム19秒13、クリア率 2.33%。 またクリア率詐欺のコースじゃないことを祈るとしますか。タイムまたギリギリなんだろうな。ハウを投げてメットを蹴って、とりあえず最初は様子見しないとね。赤コインを回収したら次は、これは絶対にね、一回でも詰まっちゃダメなんでしょうね。入れないやないかーい。最初これバネダッシュできるかな。バネダッシュできるね。オッケー。ちょっとでもタイムを縮めていこう。リースイッチのタイミングがかなりシビアだったんで、お、入れた入れた入れた。今度はまた右にダッシュしたら、これは、ん？あ、わかったぞ。取ると同時に叩けってやつだ。了解了解。一回別のコースでやったことがあるギミックなんで、まあなんとかなるんじゃないかな。初見じゃちょっと反応できなかったけど、こうでし、あれ？違ったっけ？今度こそ決めてやろう。てか正しいやり方を思い出せないと、この先何回もあそこ通ることになると思うので、こうか。12の3段ジャンプからの、ここはクルリンを入れた方がいいのかな。フップドロップして鍵扉にお邪魔します。残り2秒。間に合わない。あ、間に合った、やったよ。マリオタイム。よかった、パウが重なってるところだけ突破できれば、あとはなんとかなりますね。タックラン20秒スピードラン、よかった。10秒の時よりは優しめだった。ありがとうございました。はい、それでは次のコースを遊んでいくる。はい、それでは今日の最後はこちらですね。エルさんの走れマリオ、こちらのコースを遊んで最後にしたいと思います。まあ見た感じはかなり短めな走り続けるコースでしょうね。ドスツーンがたくさん落ちてきて、テレスの間をくぐって、バーブルの間をくぐって、バニーをピョンピョンするんじゃして、音符でピョンピョンするんじゃして、ボム兵の弾をどんどん踏み踏みしてゴール。シンプルだけど、でもいいですよね、こういうコースもたまには。最近は結構凝りすぎてるコースも逆に多いと思うんで、こういうシンプルでピョンピョンピョンって簡単に爽快できるコースもたまにはいいんじゃないかなと思いました。はい、そんなわけで今日はこの辺りで終わりにしたいと思います。また次回のマリオメーカーでお会いしましょう。チャンネル登録またの方はチャンネル登録の方ぜひよろしくお願いします。皆さんのコース募集もしてますので、どんどんお寄せください。それでは次回はあなたのコースにくるくるくる。バイバーイ。今日もご視聴ありがとうございました。ゆっくりと楽しんでいただけたら幸いです。もしよろしければ、またゆっくりしに来てくださいね。チャンネル登録と高評価をいただけると、尻尾を振って喜びます。これからも皆様に楽しんでいただけるよう、うぷ主も私たちも頑張ります。それでは、またお会いしましょう。明日も、楽しい一日が、きっとやってくる。